浮いてきたような生地ですから。微量にやりにくいんですよ。やりにくいことはやりにくいんですけど、ここでもたもたすると手粉もどんどん余計に使わなきゃないし、いろいろ水を多くして手粉を多くしたら元も子もないです。まあここでも光ってますけどね。レーズン入りの方が生地が少し固めのように、しっかりしてます。そうですね。ああいう固形物入ってるから、水分量は一緒なんですよね。ああ一緒ですよ、はい、元の生地は一緒ですから、はい。そうなんです。これちょっと触ってみてください。いいですか？両方持って。あ、ペロンペロン。うわ、すごい。無理。っていうか持ち上げられない。ああ。五十。すごい。これで、これで、これであれですね。今、一回こう、ダメージがかかったので、ちょっと硬い。ありがとうございます。そのダメージも、ただ、子供叱る時みたいに、母親がヒステリックになって叱ってんのか、ね、なんていうんだろう。教育のようなダメージ。そうです。しつけのその叱り方なのかは、しつけなのかだ。これはだから説明できないですよね。言葉に書いてあって、本人はしつけのつもりで記事を。だからフランスパンの講習会でも、私らは軽部先生に教わって成形の時に叩くんですね。余分なガスは表面パン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 叩いてやってる。叩くとダメだっていう人がいて、ガスが抜けない方がいいとかって言うんだけど、そんなバカな話ねえやと俺は思ってるんで、それはだから石棺の叩き方じゃなくて、石棺の叩き方っていうのはこうやったらダメですよ。もう気も承知しちゃうわけです。そうじゃなくて、表面のガスだけを叩いてるっていう。ケーキをつける。気を上げる感じなんですね。そうです。最終的にはそうでなければ困るわけですよね。頑張れよ。ねえ、皆さんよろしくお願いします。上手なダメージ。